どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、今ねここにブワーってそのガシャが、あのガシャ結果があると思うんですけど、あのですね、先ほどまあ裏で、ガシャ洗礼やりました。一応先に言っておくと、リセマラして、洗礼をしたんですけど、で一応サブのね、サブのアカウントで、こちらこのようにブワーってちょっともう全部これ10連ですね。10連で合計、数え間違いがなければ、1000連のはずです。で、1000連で乙骨くんが、まあ、何体出るのかっていうのをやってみたんですけど、結果として、乙骨くん8体出ました。1000連で。まあ、結構出た方なんじゃないかな。まあ、一応提供割合とほぼ同じ？もう本当に提供割合通りかもしれないんだけど、まあ、もちろんね、提供割合っていうのがあるから、あれだけど、まあ、1000連で8体は結構出てる方なんじゃないのかな。だからま、僕自身も、そうだね、乙骨くん。でも、100連は引いてないか。まだ一応、70連ではあるんだけど、まあ、もうちょっとで1体ぐらい出てきてくれるんじゃないのかなと思っております。ちなみにね、この1000連始めて20連目に、なんと乙骨くん出ております。いや、メインで出てくれよって思ったんだけど。で、一応ね、これ、まあ、不正、とかね、ないように、一応、これ、動画の最後、動画の終わりに、まあちょっとBGM 付きではあるんですけど、パーって、その全部、これ、一回一回スクロールしてね、こうやって、スクロールして、こうやってちょっと見したいと思います、動画の最後に。なので、まあよかったら、チェックしたい人は、ちょっとこうやってチェックしていただければなと思います。ちゃんと1000連やっておりますので、数え間違いなければだけどね。数え間違いなければ。はい。というわけで、結果的に、1000連引いて、出てきた、乙骨くんは、8体です。というわけで、じゃあ、まあとりあえず冒頭これなんで、じゃあちょっと普通にメインにやっていきましょうか。よし、それじゃあせっかくなんで強敵開口行きましょうか。俺なりの相手だから、まあ、そうなんだよね、乙骨くんがいないんだよまだ。パンディ、あー75,000はちょっと厳しいよな。特級呪霊の45,000、これ行ってみるか。これ行きましょう。で一応パーティーはガチ構成で行きたいな。まあ、こうなるのかな、ガチ構成っていうと。そうだね。能力上げて、野原ちゃんで行くみたいな。でもなー、これ、ちょっ、まあ、でも行く。いや、ちょっと待って。七海をまず、確かに七海結構出たはずなのよ。そう。覚醒しよう。これ、覚醒します。4まで。あ、強いぞ。かなり強くなる、これで。よしよしよし、いいですよ。結構ガチャ引いたからね。で、さらに、確か、翔子も覚醒できるはず。出たはず。そう、出ました、出ました。で、しかも、翔子はこれで 15%、15%、15%。体力 15% は相当大きい。初期磁力 15%。初期磁力10プラスも多いんだ、大きいんだけど、翔子は最初のターンあんまり何もできないからね。磁力はどうせ溜まっていく一方なのよ。で、学長は引いてないか。学長引いてなかったか。よし、じゃあこんな感じで、じゃあ行きましょう。結構、乙骨くんガチャで引いたからね。さあ、これで戦闘力もだいぶ上がった。さあ、どうでしょう。まあ、戦闘力ね。別に、推奨戦闘力は向こうのが上だろうが、そんなあんま関係ないから。なんか、かまってる場所が。なるほどな。この時あれか、エソーとかのところか。ディグダだ、ディグダ。とりあえず、一回ダメージ。そうなんだよ。野原ちゃん半減なんだよね。まあ、カット、いや、でも半減だったら、虎杖君の方が良かったかな。まあでもそんなこと言ってももう後の祭りだからね。とりあえずこうする。で、気張っていきます。スキル上げて気張っていきます。で、まあ必殺ゲージ貯めながらって感じかな。そうだね。で、釘飛ばして、なるべくかんざしで全体与えてみたいな。で、これウェーブ2なんか。ウェーブ2だから、できればここで貯めたいな。うん。まあまあいいよ。下げられる分には。あー、なるほど。まあそれ使わんだったら別にいいわ。ああ挑発ね。だったらまずためだな、これ。ああ挑発されてんのね。一人一人挑発されてんのか。じゃあ必殺技全員まずためてから、わかんない、攻撃ももちろんしてくるんだろうけど、どうせスキル下げられるからな。まあでも今のうちにやっとくか、下げられるうちに。でメス投げで、能力上げながら、釘、いや、ここ、ナナミン攻撃だな。あー、ダメか。だったら、
こうする、釘飛ばして、じゃあ確実に一人一人倒していこう。ウェーブ2しかない、まあ、7ターンクリアが、7ターンクリアはまた別日にやります。はい。あ、うわ、痛い。まあでも大丈夫大丈夫、こんぐらいだったら。痛いわね。思ったより痛いじゃないのよ。とりあえず反いやここでスキル使っとこう。ここでスキル消費しといてまた一人を、いやずっと狙われてんのこれダメなのか。準備万端、かんざし、こっからよ。いや友成、釘飛ばししてかんざしして2体まず倒す。そうね、これで1体できれば、あーでもこれ1体残らんなこれ。あーちょっと待って、友成必殺技もうちょい貯めた。あ、でもスキルがどんどん下げられた。じゃあこの状態でさすがにちょっといけんな。ちょっと一人これダメなのか。挑発でこっち行ってる。じゃあ一人こっち狙おう。こっち狙って、あーこっちも挑発、いい感じにあれだな、やられてんな。一人残してで一人からスキルを吸われるぐらいで済むようにしとく。釘飛ばし一人倒すんで二人になった。さて準備は、はあ、そんなん教科書に載ってないもん。教科書に載ってなかったよそんなの。真剣ゼミでやってないところだ。行きますよ。待てー、いやこれ先に将校が攻撃するでしょ。だからナナミン違うキャラに攻撃できると読む。となるともう行くしかねえか。これかんざしで行こう。これちょっと待って待って待って、こんなそんな何それ、え何回、え無限、これまさか無限に来る感じか。これいけ倒せ、これは倒さなか、いかん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 。こんなんこれ全員倒したかな、おそらくナナミンの必殺技と野原ちゃんで倒したけど、いや倒したな、倒したが、いやー必殺技2回使った状態か。1体であってくれ。 OK1 体1体だったらいいわ。でとりあえずこれ相手の必殺技に備えて残滓は残しとく。で、こうするでしょ。で、反転術式台も残しとく。で、サンプル回収しよう。スキルは全然あるから。で、決まっていきましょう。で、必殺技のかんざしで倒したいから、まあ、倒さなくてもブレイクしたい。ブレイクしたいから、まずは、能力上げます。で、下げさせて、次、ヤガさん、火力上げれるかな。一発目、4200。一発で4200か。これ、必殺技来たら死ぬな。反転術師匠を、決まっていきます。友成一発撃つ、ちょっとブレイク減らしときたいよね。ブレイクゲージ、かんざしでうまくちゃんとブレイクできるように。友成、あーでも友成で、そうだよな、半減だからな。友成でもこんだけか。さて治療の時間だ、どうしよっかな。まあ一応こっちにしとくか。で決まっていきます。まあ能力上げしとく、上げとく、上げる、キック、ショーで、次で来るね。次の次か。なんか微妙な回復の仕方してんな。治療の時間だ。まあ一応ヤガさん回復か、スキルは余ってるから、これで、あまだ必殺技溜まってない、しまった。じゃあ釘飛ばしして、釘のカウント上げて、釘ゲージ上げてから一撃で倒されないと信じよう。これ痛いわね。さあ来たぞ、必殺技来る。ここでこれで、反転術式しよう。あーこれは待って、まずい。台使い、やーでも台使いたくないなこれ。でも誰かやられちゃうってなると使うしかないか。使おう、使、さあ間違えた。いやーこれ一旦これあればな、反転術式大しよう。いやでもこれ大やった瞬間、いや必殺技まず耐えることが大切。まだ五条先生いるからね。いやでもこれ火力足りねえんだよな。多分これブレイクはできない、おそらく。キック、オーラヤクザキック。でもあれだ、一応防御力かなり上げてるから全員耐えるとは思うんだよ。さすがに1万2000いかんでしょ、いくらなんでも。言うて4万5000でしょ、水槽戦闘力。大丈夫だと思う。で大事なのはバフキャラを残しておくべき。さあどうだこれ5000な、いった、うわーしかも、うわー
なんとか耐えた、なんとか耐えた、よしよし、いいぞいいぞいいぞ。で、さらにこれして、で、野原ちゃんが学長復活できるから。で、当確呪法、攻めようか、そろそろ。で、斬死使って友成。よし、いいぞいいぞ。必殺技を耐えれるってことは、これは多分負けないかな、おそらく。はい、いいね、火力高いんだよね、このナナミン、地味に。SR ながら、かなりの火力を誇ってる。痛いわね。やめなさい。じゃあちょっと、火ダメージ抑えて反転術式章はもういいよ、もうどんどん使ってこ、反転術式章に関しては。行くわよ。かんざし用に次のかんざしでブレイクはできそう。ブレイクして、でもできればちょっと五条先生と切り替えたいんだけど、でも一人もやられたらダメで、多分一人もやられないっていう、多分それがのあるから、できれば一人もやられたくない。うん、こうする。反転術起床でこれは、学長決まっていきます。こうかな。でもう一回必殺技飛んでくるね。次やばいかもしれん。回復がもう追いつかん。これちょっと待って、でも次ブレイクできるから、ここのかんざしでおそらくブレイクできる。一応消化回復、これ7対3でこれブレイク狙ってこ、これ。そうね、かんざしでこれでナナミンの攻撃含めていけるか。あ、いけるんじゃない、これかんざし。あ、でもどうだ、おらブレイク殴りつつ。危ない、この2ターンでなんとかしたい。うーん、反転術式たまるか。サンプル回収、攻撃で友成、友成、友成かな。ちょっとまずいな、これ。この2ターンじゃ倒せんってなると必殺技、いや勝てると思うんだよ、五条先生いるから。五条先生いるから勝てると思うんだけど、できれば一人もやられずに勝ちたい。いやー無理そうだなこれ。いやでもまだいけるか。一応これで必殺技たまる、で次これで耐えるじゃん、でサンプル回収して、これで必殺技たまって、次のターン反転術式でいけるので、いけるか。 OK、 更新上げて決まっていきます。でサンプル回収して、釘飛ばしからの必殺バーザー、痛い、のばらちゃんさよなら、危ない。耐えたな、よくやった、俺が来るまでよく耐えた、かんざし。よし、よし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 、ここであと体力削り切れるか。やっぱ野原ちゃん半減が痛いわ。虎杖君の方が良かったかなこれ。そうだね、半減だったらさすがに野原ちゃんより虎杖君か。黒線バンバン打てるしね。ちょっとこれは反省です。次ちょっと生かしましょう、これ虎杖君で。次は虎杖君、はい、かんざし。まあでもそれでも9万入るからね。でも虎でいいにゃんにゃん、虎杖君だったらもうちょっと入るかな。まだ全体回復は良さそう。サンプル回収していこう。でこれも攻撃に徹していいか。いや徹しよう、徹しード、で釘飛ばし、いけ、呪骸体進撃、ポカ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 、倒しきれ。さあどうだ、だいぶ減った。そう、地味にね、ショークが一応弱点ではあるから、戦力ではあるんだよね、相当な。痛いわ。攻撃したいから池キャッシーにするわ今回は。で、全体回復しながらサンプル回収で7対3で友成、もうちょっと能力はもうこのまま多分攻めればいける。よし、最後7対3 OK。 さあどうだ、どれぐらい、あー10体以内、先生入れるやつ一応 0人クリアはできたね。10体以内にクリアができなかった、トゲ君とパンダ連れてクリアね。なるほど、まあでもまあまあまあ一応これがゲットできたんで、これでもそんなに強くはないんだよね。結構さ、強敵開口ってさ強いスキル多いんだけど、斬死多いんだけど、このバンシー一生だけはそうでもないよね。うん、まあでも分かんない、こう言っといてなんかめっちゃ実は強いみたいな斬死かもしれんから、ちょっとあんまり一概には言えないんだけど、個人的にはまだちょっと使いどころが難しいかなとは思ってる。うん、まあとりあえず無事、エクストリーム1クリアしたので、まあでも7ターンクリアとかね、ちょっと全部これは黄色に灯さないといけないんだけど、エクストリーム2もちょっとここだったらいけそうな気がするな。ジョーゴよりこの特級呪霊のエクストリーム2の方がちょっとまだ勝機ありそうなんで、また近々こちら挑んでみたいと思います。今度は一応弱点
そうだね、野原ちゃんがきついので、まあ虎杖くんかな。虎杖くんと伏黒くんでもいいかもしれない、弱点属性だから。伏黒くんと、まあでもあれか、乙骨くんが来たら乙骨くんでいいのか。いや、これ挑戦するまでには乙骨くんもゲットしておくので、まあ乙骨くんとまあ誰かみたいな感じでちょっとやっていきたいなと思います。だから翔子がまあ使わなくなる可能性もあるからね。いやでも翔子強いんだよな、普通に。あれ反転術式台、なんだかんだやっぱり翔子も必要だと思うんだよな。ちょっとまた考えましょう。というわけで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあお疲れ様さ、バイバイ。最後にあれ載せときます、あれ引いたキャラクターガチャ全部、はい。Everybody's with you.